の子に迫る仮想ヴィランを前にして僕は飛び出していた。女の子を救うことはできたけど、実技試験ゼロポイントという結果は変わらず。試験終了1週間後、放心状態の僕に UA 高校からの通知が届いた。多くの助けを受けて僕の人生は変わっていく。そして夢の高校生活が始まる。